エンブラエルはブラジルの航空機メーカー。ブラジル最大の輸出企業であり、世界第3位の旅客機メーカーでもある。エンブ -110、エンブ -312。エンブラエルは1969年にブラジルの国営航空機メーカーとして誕生した。ブラジル空軍の航空技術研究所の技術者の力によって、総発プロペラ旅客機、 エンブ110バンデランテスを開発し1972年に初飛行させた。同期は日本を含む世界中の数多くの航空会社で運航され成功を収めた。それが同社がブラジルの誇りと言われたゆえんである。さらに1976年にはエンブ121シングが初飛行し、1983年には小型ターボプロップ機のエンブ120ブラジリアと サーボプロップのタンデム複座型練習機の演ブ -312 ツカノを相次いで発表した。演ブ120ブラジリアは演武110バンデランテス同様に世界各国の航空会社に採用された上演ブ -312 ツカノもイギリス空軍などで採用されたほか、ブラジルでも練習危険用のゲリラ相当用コイン機として現在も利用されている。もともと国営だったこともあり、 公共企業的寄付により赤字経営が続いたものの一向に体質改善に意識が向かわなかった。1990年には当時にして3億米ドルの開発費用を投じ CBA123 を開発したものの価格を半分にしなければ競争力がないことが分かり一気の契約もないまま開発が中止され開発費用がそのまま損失となった。この頃 赤字を出し続けたため政府の援助が打ち切られ、さらに1991年の湾岸戦争勃発によって航空産業が低迷期に入った。重要顧客だった欧米の航空会社から注文のキャンセルが相次いだため、経営状態が悪化し従業員に1万4000人の大半を解雇した。しかし、それでも赤字は膨れ上がる一方だった。 アージ -145LR 政府は根本的な解決としてエンブライルの民間売却、民営化に踏み切った。二度売却に失敗するが、1994年12月、金融コングロマリとボザのンセン、社会福祉年金運用会社、プレビ、システルが共同で出資し、1億4670万ベイドルで買収した。 持ち株30%で最大株主であるボザの指紋船から出向した社長、マウリ氏を伸びすボテーロは株主の金融関係のノウハウを活かし経費を切り詰め、体質改善を図ると同時に国営時代の1990年代から開発していた50人乗りの小型ジェット機アージ145の販売に踏み切り、同時に35人乗りの単動型アージ135も開発した。 これが小型のジェット旅客機を望んでいた各国の航空業界の目に留まり、まさに飛ぶように売れたおかげで、4年後には黒字に回復した。さらに2000年には半年で、欧米の航空会社17社と契約を結ぶなど、驚異的な成長を遂げる。1999年には、フランスの航空機製造企業のグループ、ダスソーに株の20%を売却することで提携し、 技術交流を容易にした。その後すぐに一回り大きな70人乗りの新型機であるアージ170、98人乗り、アージ190、108人乗り、アージ195の開発を発表した。これらの機体は日本の川崎重工業も機体の製造に参加しており、ヨーロッパやアメリカの大手航空会社が相次いで導入している。 アージ -170LR 長らく、ヨーロッパのエアバス、アメリカ合衆国のボーイング、カナダのボンバルディアエアロスペースに次いで、世界で第4位のシェアであったが、2013年に、ボンバルディアを追い抜き、世界3位の航空機メーカーとなる。2002年には、中華人民共和国ハルビンに、同国の国営企業である、中国航空工業、第二集団と合弁で工場を設立した。 2000年代に入り、成長著しいビジネスジェット市場に参入した上、軍事部門も得意分野であり、ブラジル空軍が運用する機体の50%を占める。また、オーストラリア空軍など、世界20カ国以上の軍隊でも採用されている。2007年2月22日には、日本航空グループが、国内専用の新小型機として、アージマイナス -170 を10機導入する方針と、 発表、2008年10月3日に1号機が引き渡された。また、静岡空港を拠点とするリージョナル航空事業に参入したフジドリームエアラインズも2009年にアージ -170 を2機導入している。2019年2月26日にボーイングへの旅客機部門の売却が臨時株主総会により承認されたが、2020年4月25日に 中止が発表された。演武 -120p-99 レガシー600。ありがとうございます。